い、こんにちは、サスライボーズでございます。今回なんですけども、バーベキューをしております。じゃん、すごい無理やりテンション上げてますね。ババン、何いや、マイエス。何人ですか？日本人です。あ、日本人。このファームにはどんぐらいいるんですか？ファームには2ヶ月。セカンドあとどんぐらい取れるんですか？56日くらい。結構。ファーム4ヶ月くらいいます。セカンド取れましたか？ほらです。あとどんぐらい取れますか？55。ファームは5ヶ月ぐらい目に突入してます。誰でも。もうセカンド取れたんですか？セカンドは取りました。ファーム生活は 1.5 ヶ月目です。5ヶ月目です。ファームはまあ3ヶ月ぐらい。2ヶ月半ぐらい。2ヶ月半。実際どんぐらいいればセカンド取れると思いますか？4ヶ月半見といた方がいいと思います。ファームによるけど、でも半年は覚悟しといた方がいい。僕の場合は4ヶ月、5ヶ月だな。5ヶ月あったら取れる、うん、安排5ヶ月あれば取れます。4ヶ月、まるまる4ヶ月働いてぐらい。あ、じゃあ4ヶ月は最低必要だってことですね。やと思います。2ヶ月半もいるのに、うん、まだ1ヶ月分しか働いていないこの事実。なんででしょうか？なんででしょうか？私が聞きたいです。なんでですか？教えてください。え、絶対4ヶ月半はいると思います。いますよ。稼げましたか？めっちゃ稼げます。稼げましたか？変わりたくない。全然稼げません。うん、稼げましたか？シーズンと場所によりますね。でもパスは稼げると思います。今稼いでます。今稼いでます。そうなんですか？はい、稼げます。稼げましたね。うん、コツは何ですか？稼ぐコツ。クビにならないこと。一生懸命仕事に。あ、一時停止しとった。稼ぎます。めっちゃ稼げ。ファームは稼ぎます。ありがとうございます、はい、ファーム生活どうですか？楽しいです。楽しいです。楽しくないです。え、楽しくない？あ、仕事は楽しくない。シェアハウスが楽しいです。なんでそんな AV 女優みたいな感じ。楽しい。楽しいです。楽しいです。なんかいろんな人って。あー、シェアハウスの変な人がいっぱいいる。濃い人がね。めっちゃ楽しい。何が楽しいんですか？みんなでワイワイするの。この人ちなみに朝までずっと起きてます。毎日起きてます。ウェイティングしながら。そう、こうやってバーベキューだったりキャンプだったり飲んだり話したり。配信の極み。締めの最後、締めなんで。一番最後にしたんで締めお願いします。7月30日どっから行くから、シドニーから。はい、ありがとうございました。暴力。うん、それ言う。あ、泣き声が聞きたくなった。森山の朝。入ったー。入ったー。ちっちゃい資格はない。何を、何をしている。怖い。保育士押せ。腕めっちゃ打ってるじゃん。えらいね。まだね。まだね。ごめんごめん。東京でね。東京で。